どうもご視聴ありがとうございます。8ビットチャンネルのビーアンです。このチャンネルでは戦車や車に関する情報の動画を投稿しています。よろしければ皆さん最後までお付き合いください。今回は今日本で大人気のブランド、Amazon で発売されてもねすぐに売り切れになっちゃうというブラスクさんの、ワックス、それから簡易コーティング剤の2種類ですね。こちらを、徹底比較検証してみたいと思いまして、施工の方やっていきたいと思います。以前の私の動画で11番のクラシックワックスと12番のグラフェンウォーターは登場しているんですけれども、13番のスリークパーフェクト、こちらはですね初登場ということで、まあ一体どんな結果になるかということで、利検証の内容という感じなんですけれども、まずは、右側のテストパネルですね、こちらに12番と13番の、比較、左側のテストパネルには11番のクラシックワックスをまずは塗布してみて、それこでのツヤ感や撥水、それからその後に12番を施工、さらに半分に割って片方に13番、11、12、13と重なるように施工したいと思います。ということで準備が整いましたので、まずは12番のグラフェンモーターですね、こちらを施工してみたいと思います。テストパネルの画面向かって左側ですね、こちら側に12番のグラフェンウォーター、まずこれをね、やっていきます。まあ、施工自体はとっても簡単ですし、ムラも非常に出にくいコーティング剤になってますね。特徴としては天然ワックスに配合されているカルナバ、それから SIO2 シリカ系ですね、それとグラフェン、これが配合されている簡易コーティングになります。でツヤ感はですね、ピカッと光る感じの反射系の光沢っていうのが非常に強く出る、それから撥水の方もなかなか強いといった特徴が出ておりますということで、まずは12番のグラフェンウォーター施工が終わりましたので、これと未施工面とのツヤ感がどんな違いが出るのかというのをちょっと見ていただきたいと思います。はい、マスキングテープを少しだけ剥がして後で貼り直しますんでね、ものすごくトーンダウンする感じではないんですけれども、しっかりとツヤが出ているなというのがわかるかなと思います。それではですね、画面向かって右側の方に13番のスリークパーフェクトを施工したいと思います。こちらは12番のですね配合されているカルナバグラフェン SIO2 に加えましてチタンというものが配合されております。で施工方法については乾式でも湿式でも施工することができます。で12番は乾式施工推奨なので、13番はその点でも優れているのかなと。あと防音性とスリック性、滑り性が高くなっているというのが特徴になっていますね。で12番も耐久性そこそこあるんですけれども、これに13番を重ねることでさらに耐久性、防音性、撥水性が強くなるという感じなんですけれども、まずは単体で施工してどうなるのかなということでちょっと比較の方をしてみようと思いました。あと13番は、マット塗装、それから PPF ですね、プロテクションフィルム施工者にも施工ができるというのが特徴にもなっております。それではマスキングを剥がしてみましょう。で12番の、ツヤ感に対して13番の方がトーンダウンするなという特徴がありますね。それと、施工してて気づいたんですけれども、施工時の重たさっていうんですかね、拭き取りをする時の重たさがもうほとんどなくて、さらに、拭くたびにどん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 軽く軽くスルスル滑っていくのがわかるなというのが、13番の、特徴かなと思いました。で傷の隠蔽性についても13番の方が若干高いのかなというふうに思いますね。それからスリック性ですね、滑り性見ていきたいと思うんですけれども、このようにね13番の方が圧倒的に滑り性が高いというのがわかるかなと思います。でこれ硬化開始の4時間後に今ね滑り性のチェックしてるんですけれども、12番も13番も24時間、で完全定着すると。で4時間は、初期定着の時間が必要で、12時間はなるべく水に濡らさないようにというのが、両方に共通した、施工の注意点となっております。
では次に11番のクラシックワックスをもう一つのテストパネルに施工していきたいと思います。このクラシックワックスね、香りがすごくいいんですよね。なんか、ハニー系の香りにどこかシトラスみたいなのが混ざったような感じで、うん、すごくいい香りです。で、まず右半分、このテストパネルの右半分に施工して、ツヤ感がどのような変化をしているのかなというのを見ていきたいと思います。この、11番のクラシックワックスなんですけど、施工はね、割と簡単な部類のワックスに入ると思いますね。乾燥時間がだいたいね、15分程度必要になりますね。で、これが室内で今やってて、だいたい室温が20度ぐらいの環境で、施工の方をしておりますけれども、これで15分間、乾燥させます。で、夏場だとちょっともう少し乾燥時間短くとってもいいのかなと思うんですけれども、まあ、冬場であれば、少し15分よりも長めに取ってもいいのかなと、20分ぐらい乾燥させてもいいのかなというのが印象ですね。しっかり乾かしてから拭き取る方がいいと思います。拭き取り自体はね、最初少し重たいんですけれども、拭いてる間にスル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 と軽くなっていくのがわかりますね。僕はね、この11番のね、クラシックワックスのツヤが非常に好きで、しかも撥水もめちゃめちゃ強いですしね、かなりお気に入りのワックスの一つです。で、どちらかというと深みとか濡れ感とかよりも、膜を張った光沢感、反射系の膜厚感っていうのが出るのかなというのが特徴だと思いますね。これがまず11番クラシックワックス単体のツヤ感ですね。未施工面が今左側、右側が施工済みの方になっております。ものすごく深みとかトーンダウンする感じではなく、こちらも12番と似たようなツヤ感ではあるんですけども、さらにプラスアルファで濡れ感が出るのかなと、ちょっとグロッシーな感じになるっていうのが11番クラシックワックスの特徴です。では、前面にクラシックワックスを施工していきます。ブラスクさんの製品っていうのは決して安くはないとは思うんですけれども、簡易コーティング剤で 500ml で、11番のクラシックワックス 100ml で伸び棒いいので、1回の使用量が非常に少ないというのも、特徴でですね、かなりの回数が施工できるので、まあ初期投資には高いんですけれども、コスパ自体は悪くはないと思いますね。これテストパネルめちゃめちゃピカピカになりましたね。これクラシックワックスやっぱすげえな、僕は大好きです。はい。で、これがクラシックワックスの滑り性、大体13番より少し弱いかなぐらいですけれど、まあそんなに大差はないですね。まあ12番よりかは明らかに強いのがわかりますね。では一通り施工が終わりましたので、撥水チェック等をしていきたいと思います。これ画面向かって左が12番のグラフェンウォーターで、右側が13番のスリークパーフェクトになっています。まあどちらも撥水は強いですよねっていう話になってくるんですけれど、いかがでしょう。これまあ完全定着後の24時間後に撮影をしたので、はい、きちんと撥水は問題なくなってるのかなというふうには思いますけれど、若干13が強いかなぐらいですね。はい。ではですね、これアルカリシャンプーというかアルカリクリーナーですね、カープロのマルチ X を10倍希釈したもので、耐久をちょっと見てみようかなと思ってますね。耐久性に関しての言及というのは、12番のグラフェンモーターはちょっと売りにしてる、耐薬品性は売りにしてるんで、ここ差が出ましたね。13番の方が取れてる箇所が多いなって感じですね。12番の方が少し残ってるなっていうのが分かりましたね。一回中性シャンプーで中和します。はい。全部残り等があるかなと思ったので、ちょっと中和の
洗いをしてみたんですけど、やっぱり左側の12番の、グラフェンウォーターの方が先に水が引いていってるんで、13番のスリークパーフェクトの方がちょっと対アルカリは弱いかなっていう感じですよね。続いて酸性クリーナーですね、こちらを試していってみます。で12番のグラフェンウォーターはだいたい6ヶ月ぐらいの耐久性らしいんですけど、まあ屋外駐車でさっぴいても 3,4 ヶ月は持ってくれるのかなって感じですけれど、ここでもやっぱり12番の方がスッと水の引くスピードが速いなというのが分かりますね。ただ撥水の方はまあちょっと強めの今回ね溶剤使ったっていうのもあって少し弱くなっちゃったかなっていうのはありますね。まあ、多層化するっていうのもありはありなん で、 で続いて油分除去剤ですね。これはあの一応微粒子研磨剤入りのクリーナーなんで、まあ落ちるだろうと。あんまり定着強すぎて硬化がガチガチに硬化しちゃうやつはあのコンパウンド使って磨かないとダメなん で、 で、一旦、こちらは食器用洗剤ですね、ジョイを使って脱脂してみます。で完全にあの水が引くスピードが遅くなってるんですけど、これであの海面活性剤の残りがあるといけないので、一旦軽く吹き上げの方を行ってから水の引くスピードがどうなるのかっていうのを確認したいと思います。アルカリや弱アルカリの洗剤っていうのは成分残りで水がのぺーっとしちゃうんで、あのきちんとした水引き見るには一旦中和して吹き上げするっていうのが大切ですね。はい、水引きのスピードが両方とも同じになりましたので、油分除去剤を使えば両方とも簡単に、落とすことができるとなってますね。続いて11番クラシックワックスの撥水です。この単体の撥水が一番強いと思いますね僕は、うん、水残りもねそれで少ないんですよこれは、うん、僕はこのクラシックワックスの撥水が一番好きですね。水の落ちるスピードが半端なく速い、うん、すごい。続いて、クラシックワックスを全面施工したパネルに次は12番の、グラフェンウォーターですね、これを全面に施工してみます。で、あのブラスクさんの、溶剤の特徴っていうのは番号が振ってあるんですよね。使う順番に1から、今、ご覧の通り13番まであるんですけれども、でもうすぐしたら、1番から発売が始まるんですけど、今のところ出てるのがあと6番の、タイヤワックスと、10番のガラスクリーナーですね、これが出てますね。で12番、今全面施工して、これもまた24時間後、結構ね今回の撮影手間だったんですよ、何回も24時間完全定着待ってからやってるから、はい、この右側に13番の、スリークパーフェクトを、施工して、そうなると、ブラスクさんの推奨は本当に番号通りに施工してくださいっていうのが推奨なので、11のクラシックワックス、12のグラフェンウォーター、13番のスリークパーフェクトの順番に、今このテストパネルでは右側がなっています。で、ツヤ感の違いですけれども、これに関しては、うん、あの、そこまで大きな差は感じないけども、13番の方が若干濃いかなぐらいですね。うん。はい、そんなわけで撥水も見ていきたいと思います。最後にね、どうなったか。わかんないです。もう、あの、13の方が若干強いかなぐらいですね。ただ、11番単体でも十分かなという感じなんですけれど。はい、そんなわけで、今回のね動画、見ていただきましたけれども、推奨は11、12、13というふうに順番に施工するんですけど、僕としては、耐久性のことを考えると、まあ、11、12、13がいいんですけど、別にあの
11番のクラシックワックスして13番したりとか、単純に13番ばっかり使ったり12番ばっかり使ったりとか、まあそこは好みなのかなと思うんですけど、僕のおすすめは11番して13番するっていうのがおすすめかなと思います。ただワックスの質感や下地のベースコートのツヤ感変えたくない人は12番を、されるのがね、光沢系反射系なのでいいのかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ご意見コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。